確か篠崎の家はこっちだったよな。変わった格好のやつだな。天神将も崩壊し消え去った今、罪滅ぼしに私に何ができるのだろう。サトシ、お前今日弁当だよな。屋上で食おうぜ。ああ、そうだな。今日は天気も良さそうだし、行くか。おお、すごい空だな。雲が全然ない。秋晴れだな。この辺で食べよう。しかしなんか妙に軽いな弁当箱。よしき、今日はなんだ。時間あったから揚げ物にした。相変わらず何でも作れるなお前は。俺んちは昨日の残り物とかだよ多分。いいじゃねえかよこの幸せもんが。そうなのかな。母さん。あら、こんなところでご飯なの？今日は晴れてるし。一層美味しく食べられそうね。あ、確か庭クオン先生だっけ。あ、クラスメイトの話によると、俺たちが天神小学校から戻ったあの日からちょうど半年前にこの学校に赴任してきた先生らしいが、俺たちにその記憶はない。俺たちのいた世界では由井先生という別の先生がその立ち位置だったんだ。だからこのクオン先生には悪いけど、天神小学校から生還した俺たちはみんなこの事実に違和感を感じていた。サトシ君、ご飯がないの？何が食べたい？え？好きな食べ物は？え、カツ丼？からかわれたんだよ。
仕方ねえな。俺のエビフライ一本やるよ。うれ。本当か？悪いな。あーん。内田さとし様ですね。え？俺？はい、そうですけど。お食事をお持ちいたしました。大丈夫？委員長。ごめんね。もうこれ以上迷惑かけないから。ってどういうこと？委員長。今出て行ったの篠崎か？ナミ、どうしたんだ？委員長、なんだか思い詰めてるみたい。私たちでフォローしてあげた方がいいかも。お前もだよ、ナオミ。無理していないか？大丈夫。辛いのは私だけじゃないし、私一人甘えてられないもの。委員長、変な気起こさなきゃいいけど。はじめまして。あら、そっくりですね、お姉ちゃんと。あなたは。私は山村未来。あなたのお姉ちゃん、日野江と共にウィッカインスティテュートという精霊崇拝組合に所属しているものです。お姉ちゃん。はい、これはお見舞いです。ご両親は今いらっしゃらない？お買い物に行っています。そう、お父さんもお母さんもまだ知らないのですよね、日野江の死を。彼女が命を落としたあの日、あなたを追って旧篠崎家跡地へ向かう前に、日野江は私に最後の連絡をくれていました。姉ちゃんが？きっと自分の運命を理解して、そして受け入れていたのね。精霊は人の四季を教えてくれるの。その分、できる精一杯の行動と覚悟が持てる。
彼女は立派だったわ。あゆみちゃん、日野への意思を伝えるわ。黒の本ブックオブシャドウズを取り戻しなさい。代々篠崎家が守り続けてきた門外不出の禁忌の書よ。あの本が心ない者の手に渡ればこの世は混乱の淵に落とされてしまう。私たち WI は精霊と心を通わせる自然の意志にただ沿おうとする白魔女の組合。ご両親の反対を押し切って篠崎家から飛び出した日の絵は今さら関わるのをためらっていたのだけれど、近年その存在を感じるようになってずっと気にしていたの。私とウィッカの仲間で調べたけれど、篠崎義江と幸子の屋敷跡地にはなかったわ。更地だったはずのあの場所に焼け焦げた家の梁や瓦礫が現れていて驚いたけれど、けれどあの場所からは消えても感じるの。存在はまだ残っている、この世のどこかに。この町にあなたや篠崎義江と同じ篠崎家の血筋の方が住んでいたのは知っているかしら。地下室にあった篠崎の家系図、義江の上に並んでいた彼女の母の妹、おばにあたる人。その牧野さんの家に行けば何か黒の本を取り戻すための手がかりが残されているかもしれない。私たちは霊に対する感受性が強すぎて部屋に入ることもできなかったわ。何が起こるかわからないけれど、日の絵の意志を継ぐ強さがあるのなら頑張ってみなさい。お姉ちゃんの意志。ご苦労様。これでいいのね。お前らが息をしているだけでこっちは虫唾が走るんだ。殺さないでやるからさっさと消えうせろ。